相模湾は神奈川県に面した湾上の海域である。伊豆半島伊豆大島石廊崎真鶴岬剣崎城ヶ島三浦半島の島崎協議の相模湾と相模灘の範囲伊豆半島の石廊崎伊豆大島三浦半島の剣崎に囲まれた相模灘にあり、そのうち真鶴岬から三浦半島の城ヶ島以北にかけての海域が相模湾である。ただし、石廊崎、伊豆大島、房総半島の野島先に囲まれた海域を相模湾とすることもある。房総半島の島崎伊豆大島南東端、伊豆半島沖神子元と御前崎の間に基線が設定されている。これより北側にある相模湾、相模灘は国際海洋法上日本の内水とみなされている。東部は三浦半島の丘陵が海に迫ったリアス式海岸である。岩石海岸及び平磯地形で小河川の川口付近に断続的に小規模な砂浜を見る。中部には原相模川やその古流路等により形成された砂浜海岸が広がる。大磯、二宮には海岸段丘の礫浜が見られる。西部は佐古川等によって形成された砂浜海岸である。箱根山の山脚部にあたる部分は溶岩が直接海に至ったため、岩、または玉石、砂礫からなる。湾内には一級河川の相模川、及び17の二級河川、14の準用河川が流入している。箱根駒ヶ岳の山頂から見た相模湾と相模灘説明画像相模湾には、水深1000メートルを超える相模トラフが存在する。トラフの斜面には、相模海溝、三浦海溝等の海丘群がある。沿岸からは、大磯海脚等が細長く張り出し、トラフからは、多数の海底谷が伸びる。海岸付近で最も急峻なのは、小田原から西の部分で、沖合 0.5 から 1km で、水深100メートルに達する。大磯の海脚部より東では、隆起海岸段丘地形となり、段丘は陸上まで続く。水深100メートル地点は沖合約2から3キロメートルにある。この東、相模川の南側延長上には、平塚海底谷が存在し、谷の剣部は沖合約2キロメートルで、水深100メートルに達する。これより、長者ヶ崎沖合にある、葉山海底谷までの間、水深100メートルの地点は沖合約7から8キロメートルにあり、遠浅の地形を見る。三浦半島部分では、沖合約4から5キロメートルで、水深100メートルに達する。相模トラフは、北アメリカプレートとフィリピン海プレートがぶつかっている。湾内を震源とする2回の関東地震の震源も、ここである。最深部の水深は、約1600メートルと、駿河湾の駿河トラフと並んで、日本の沿岸で最も深いトラフの一つである。温暖で雨量の多い海洋性気候である。夏季は高温多湿な南西の風が吹き、冬季は空気が乾燥して晴天が続く。潮流は、上潮時に反時計回り、下潮時には時計回りに流れており、最強流速は、相模湾の東側で1ノット程度である。ただし、黒潮の影響が強まると、この限りではなく変化する。深海につながっていることで、非常に多様な生物が見られることで知られている。昭和天皇は、相模湾で多くの海洋生物を研究し、その成果が多数の書籍として出版されている。黒潮と深海からの栄養素が多種多様な生態系を作り上げており、貴重な回遊性の生物も多い。その中には、大型のジンベエザメ、ウバザメ、オニイトマケイも含まれ、メガマウスやミツクリザメも記録されている。鯨類も数多く見られ、大型の種類では、マッコウクジラや土クジラ、小型のイルカ類では、ゴンドウクジラ類やハナゴンドウ、ハンドウイルカ、マイルカ、カマイルカなどが頻繁に観察される。静岡県伊東市の富戸では、イルカ漁が行われ、昭和時代には、年間1万頭以上のスジイルカやマダライルカなどが水揚げされたが、捕獲数の減少から現在は散発的にしか行われていない。貴重な赤棒クジラ科の種類もストランディングが多数報告されている。多くが深海に見られるオキナエビス貝が分布し、真鶴には北限近く分布する石珊瑚類が相模川、川口や三浦半島の砂質の干潟には赤手ガニも見られる。名所、旧跡や景勝地の存在、温暖な気候や海の幸に恵まれており、沿岸は江戸時代より観光地として栄え、明治期より別荘地、避暑地、レクリエーションの地としての利用もなされている。湘南海岸を抱え、サーフィン、ボードセーリングその他のマリンスポーツが盛んである。港湾として、葉山港、湘南港、大磯港、真鶴港の地方港湾と、15港の第1種漁港、4港の第2種漁港、2港の第3種漁港がある。特定重要港湾、重要港湾はない。相模湾沖で発生した地震による津波被害が歴史上何度も繰り返されており、古いものでは鎌倉時代の拝殿の流出や室町時代の大仏殿の津波被害が文書に残っている。大正関東地震津波では平均6メートル、痕跡が最大9メートルの津波による被害が生じ、また沿岸の地盤が隆起し、二宮で2メートル、三浦半島で 1.4 メートル、小田原で 1.2 メートルの隆起が確認されている。また、台風による高潮で沿岸の被害や海岸浸食がもたらされている。近年では、平成19年台風第9号や平成29年台風第21号の影響により、海岸の地盤がえぐられ、西湘バイパスや国道135号が擁壁崩落や、路面陥没の被害を受けている。この被害は一帯に見られる砂浜の減少も一因ではないかという見解もある。相模湾一帯の砂浜で砂浜の減少が見られる。砂の供給元である相模川や佐古川の多目的ダム群による影響のほか、護岸工事や川口付近の変化、港湾工事等による砂の堆積、流出の変化が原因とされている。各海岸では、ブロック、人工リーフ等による、消波等によって養浜が試みられている。神奈川県南部の以下の市と町が面している。ありがとうございます。